本日も放課後の時間がやってまいりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はですね、はい、最近買ったもの、使ったものでこのおすすめのものというかこれはいいぞっていうものがありましたら、うん、それを紹介したいという、ね、あ、いいですね。ちょっと物はないんですけども、うん、これね、おすすめだよっていうのをね言っていこうかなと、シェアし合おうかなと、いい、ね、思ってます。はい、なんかありますか、ちなみに。はい、はい、どうぞ。これあるよ、もうね、うん、最近ね、僕は靴の中敷きを買ったんです。ほう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 。あの、っていうかまあ靴をね、買いに行って、うん、歩きやすいスニーカーをね、うん、まあ散々ケビンが言ってるし、今僕ちょうどスニーカー、そういえばもうしばらく買ってないなと思って買いに行って、うんうんうん、で、お店の人にね、うん、ちゃんとその、あなたちゃんと足測ったことありますかって言われてさ、うんうん、ないな、確かに足測ったこと、うん、で、まあ、25か6ぐらいですかねと思ってるんですけど、うん、とか言ってお店に行ってさ、ちゃんと測、うん、じゃあちゃんと測った方がいいですよって言って測ってもらったら、うん、俺この縦の長さ、うん、あ、24センチですねって言われて、え、俺24センチなんですか足と思って、まず小さいや、そうなのちっちゃと思って、まあでもその幅とか高さがあるから、うん、実際はもう2センチぐらい上、あ、2サイズぐらい上の方がいいですねって言われたんだけど、まずサイズが全然違うし、で、この足のくぼみとか、うん、そういうのもあって、うん、ちゃんと合った靴は履いた方がいいですよって言われて、それはさ、なんか高級な店なの？まあそう、ちゃん、結構ちゃんとした店、ちゃんとした靴屋みたいな、ちゃんとした靴屋で、ちゃんと足を測ってくれてさ、ちゃんと、すげえ、あ、そうなんだと思って、やったことない、そう、面白いよ、うん、そう、そんで、まあその時ね、その靴自体も買ったんだけど、うん、それとは別にその中敷きをね、持ってくれて、その、要はどんな靴にでもその中敷きを入れれば、うん、ここの土まずのところにぴったりフィットしてめちゃめちゃ歩きやすくしてくれるっていう中敷きなの。それはさ、山ちゃんの足に合ったやつなの？一応ね、なんか 2,3 種類タイプがあって、その一応自分の足に合ったのを選んでくれて、はい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 、なるほどなるほど。だからオーダーメイドとかじゃないんだけど、うんうん、一応タイプ別になっててさ、なるほど、この半分ぐらいのね、このかかと側半分ぐらいしかない、そうなんだ、そうそう、あの中敷きの変な感じしないか、それでもうね、めちゃめちゃ歩きやすい。すげえ欲しい。これまでのスニーカーがもうなんかね、うわ、こんな歩きやすいんだってなる。マジで、うん、それ何が変わるの？これはおすすめ。なんかね、ずれないとか。そう、要はこの普通さ、スニーカーってまあ大体フラットじゃない、そこが履くところがね、うん、床が、うん、で、まあちょっと膨らんでるのもあるんだけど、うん、やっぱ自分のこの土踏まずの膨らみと基本的には合わないのよ、うんうん、で、それがずれてるとずっとこう隙間が生まれて、歩くたびに隙間があって、これが負担になるんだって。なるほど。そんな感じを入れるとそれをこうギュッと埋めてくれて、めちゃめちゃ歩きやすくなる、うん、良さそう。ぜひおすすめです。それは良さそうだね。ビューケンシュトックの中敷きなんだけど、へぇ、ちょっとそれ買おう。おすすめです。俺もね、ちょっと足関連なの、足関連があって、うん、これね、もう使ってね、2週間ぐらい経つんだけど、なんか多分知ってる方もいると思うんだけど、なんかね、柔らかい剣、シリコン製の剣山みたいな、うん、なってて、なんかこうリンゴっぽい形のマットな、要はマットなの、うん、お風呂で使うんだけど、なんか裏に吸盤みたいなのついてて、こう、まあ、地面にお風呂のその床にペタってこう置いて、で、まあなんていうの、俺の場合はその風呂のなんていうの、この縁のところに座って、で、この足を置いたところにそのマットを置くのよ、うん、で、その上でこう足をこう洗うのね、こう擦るっていうか、なんかこう、で、そのシリコンみたいなのすごい長いんだけど、こう怪我っていうか、こう足が長い感じで、うん、要はなんかこう、これがそのシリコンだとして、これ足ね、なんかこういう感じでこう洗われるのよ。なんかほうほうほう、そのシリコンの先端になんかこう研磨剤みたいなのがついてて、で、なんか足の角質がこう綺麗に取れるみたいな。で、なんかそれがなんか結構なんかテレビかなんかで話題だったのか、なんか結構その SNS とかで話題になってていいって、うん、で、一番そのなんていうの、大手の、最大手の、結構ね、安いのとかもあるんだけど一番ちょっといいの買おうと思って、うん、一番いいのね、7、8千円ぐらいするんだけど、うん、ちょっと買ってみて奮発して、で、使ってんだけどめっちゃいいね、なんかね、っていうかさ、なんかわ、まあ、分かんなくねって思うじゃん、普通に、うん、でもね、レビューとか見るともう全然違うみたいな、もうすんごい違うってレビューがめっちゃ書いてあって、うん、Amazon とかで、え、そんな違うと思ってやったら、でもマジで違うの。なんかこのお風呂で洗うじゃん、で、こう、うちさ、出たとこに、風呂出たとこに、珪藻土マットなんだけど、うん、そこにこう、乗った時の、なんていうか、こう、ドライ感、足の。なんかね、こう、なんかこう、サラッサラになってるの、足の裏が。へぇ、普段だったら、こう、もうちょっとこう、濡れてる、まあ、風呂上がりだからさ、うん、ちょっとこれ、ウェット感があるたんだけど、それで洗った後だと、なんかね、もう、
表面がこうサラッサラになってる感じがして、でお風呂とかでもこう足がキュッキュッてなるのめっちゃ。これ取れてんだじゃあ多分なんかそう角質がね、多分皮膚の表面がなんか多分磨かれてすごい綺麗になってるっぽくて。それは水でやるの？シャンプーを使うとか、ね、そうそう、ボディーソープをそこのそのマットにシャーってかけてこう擦るとなんかねもうすっごい細かい泡が出てきてきて、なんかモコモコになるんだよね足が、うん、でもすごい綺麗になるっていうね。へえすごいなそれ。そう、それ結構ねあのいいらしい。なんかそ、なんかそれこそ角質が取れたりなんか匂い対策になったり、なんかこうすごくいいみたいな。いいね、ね、なんかね最初くすぐったいけど慣れるとすごい気持ちいい。そう確かに、いや初めて聞いたな。なんかこう頭洗いながらこう足こうこうやってはい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 、こういう感じでずっとやってる、うんうんうん、最近は。いいなそれ、これおすすめよ、うん、ケビンとかなんか好きそう。お手入れとかどうなの？はね、あのね、すっごい簡単。普通に、てか違う違う違う、今のは何を、すごいあの、通販番組みたいな。確かにね、お手入れとか、ね、お手入れはどうなんですか？息ぴったりのね、通販番組みたいな。なんかもう、全体がもうね、こうシリコン、ゴム製っぽい感じになってて、うんうん、てかずっと風呂に置いておけんだけど、うん、普通にこうボディーソープやってさ、バーって足洗った後モコモコになってる状態でシャワーで流して、うんうん、でなんかねこう引っ掛けるなんていうの穴みたいなのがついてるから、その風呂のフックに、うん、俺はフックにかけてるし、なるほど、そうで、それで乾く勝手に。じゃあかけるだけで清潔を保てる。かけるだけ、すごい、聞いたことあるな。そのえフックがない場合もありますよね。そうですね、その場合はね、うん、裏に吸盤がついてるから、いやーペタッと貼れるんですね。いやすごいですね。そう、え、ごめんなさい、やっぱりこうなってくると、うん、そのやっぱ心配なのがお値段のところなんですよ。ちょっと高いんじゃないですか今なら。なんと8000円ぐらい。おー8000円ぐらいですこれ今なら。1万円を切ると切る。いやー、1万円を切るとはありがとうございます。本当にこれはなかなか切るとは思ってなかったです。こちらですよね、今の情報だとね、1万5000円は硬いからもう我らただかと思うんですけど、正直確保してました、ね、1万7000円とか8000円とか全然確保してました。そんな感覚しそうなんです。衝撃的ですね。ぜひおすすめですよ。はい、まあ、オペレーターを増員してお待ちしておりますので。今から30分間ね。はい。オペレーター増員しておりますので。これってあれですか？下取りとかもあるんですか？何を下取られるの？何を交換してもらうの？その日。昔のフリーダーで。なんとこちら。はい。下取りございません。ございません。下取り合いございません。ございません。なんとございません。ごめんなさい、下取り合いございません。いや、じゃあそういうことは。こちら、Amazon プライム会員の方はね、はい、送料無料で届きますので。本当ですか？うちなら、うちならね。うちなら届きます。うちならとかじゃないですよ。入るしかないじゃないですか、これは。この番組を見た方は、はい、Amazon プライムに入れば送料無料で入ればでしょ。これは皆さん入りましょう。入れば。これは今しかないチャンスですよ。入りましょう、これは。ちなみに、はい、え、この番組を見たというと特に割引ありません。ないです。ありませんね。ありません。誰に言うのよ、そんなAmazonの場合はAmazonの場合はあれじゃないかな、コメントに書いておきます。コメント何もないんかい。何もないです、はい、何もないです。何もないかい。やる、めっちゃおすすめ、本当に。でも聞いてていいなと思った。うん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 、うん、実際にいいなと思った、うん、すごいね、なんかスッキリ感があって、うん、いいですよ。じゃあ今度私の番ね、はい、皆さん、はい、朝起きて、うん、あれなんか髪型決まらないなみたいな思ったことありませんか？うん、あります。もう今日も思ってるし、うん、全然決まってないんです私今日。めちゃめちゃ桜の人いるし決まらないんです。なんかワックスでも決まらないし、うん、やっぱジェルとかも決まらないっていう時があるんですよね、うん、ちょっとそれを解決する商品はないと思います。あ、なるほど、はい、そういう時って今までどうしてました？もうその時はね、もうボサボサで行くしかない、諦めてましたね。人生を諦めてました私。なるほど。そしたらですね、あなたにぴったりの商品が今回用意しますので。え？はい、本当ですよ。うるさいな映画。女性用ヘアオイルでございます。ええー？
衝撃ですよね。そんな知ってるでしょ、それ。それはもうありえないです。女性用ヘアオイルってごめんなさい、カクさん使ったことありますか？ございません、全く。うん、どういうイメージをお持ちですかね。やっぱり女性用なんじゃないかなって思いました。うん、ですよね。女性用って書いてありますもんね。はい、ごめんなさい。はい、そうですね。失礼して考えた方がいいんじゃないか、それは。確かに女性用ではあります。はい、ヘアオイルなんてちょっと敷居が高いなとか、ヘアオイルってちょっと脂っこいってことじゃないの、うん、それって頭につけるなんて良くないんじゃないの、はい、そう思う方がいるかもしれません。思ってます。全然違うんですよ。最新のヘアオイルっていうのはですね、これをね、つけたままでも寝れるぐらい美容エキスがたっぷり入ってるんですね。えぇ、はい、うるさいんだよな。しかもそれだけではありません。嘘、匂いがついててリラックス効果もあるんです。なんと、はい、えぇ、うるせえな。これ私ね、出会いがあったんですよ。ある日出会いがあったんですね。なんでロフトにいまして、ロフト、はい、時間がありましたと。ありました。はい。女性コーナーを見てたんです。そんなバカな。はい。で、女性コーナーの、あれこれなんだと。やたらポップがでかいじゃないかと。でかいぞ。ヘアオイルやったんですね。オイル。はい。女性オイルをヘアオイルパッとって。はい。2プッシュしたんですね。2プッシュも。はい。ちょっと多すぎましたね。多すぎました。はい。こうやってやってみて。本当は1プッシュ。本当は1プッシュ。こうやってつけたんですよ。つけた。そしたらですね、ピック。ピック。衝撃が走ったんですね。まさか。まとまりがすごい。え？うるさいな。ヘアオイルをつけることによってのこのね、男性です私。男性です。はい。男性ですか？男性です私。でも女性用ヘアオイル。女性用ヘアオイルつけるんですよ。はい。まとまりがすごい。え？うるさいな。まとまりのない番組。散らかすだけ散らかす通販番組。今まで私はヘアワックスやら、うん、スプレータイプのワックスやら、うん、ジェルやら、そりゃそうだ、いろいろ試してきました。私もそうだよ。ですよね。私もそうです。でもヘアオイル、この一本だけで信じない、全てに解決策が提示できると知ったんです。えうるさいしモヤモヤとしたし、なんか今、不自然なウェット感ありますか？ありません。ないですよね。これってまさか女性用ヘアオイルつけてる。うるさいな。そうでしょ。女性用ヘアオイルつけてるんです、今。今つけてますよ。皆さんご覧ください。ちょっと一個確認させてもらっていいですか？はい。男性用ではないの？ごめんなさい。女性用ヘアオイルです。うるさいな。そうなんですよ。そうなんです。女性用ヘアオイル。一プッシュ、一プッシュでいいんです。一プッシュ。一プッシュ。男性は一プッシュでいいかなと思います。はい。一プッシュつけてですね、髪の毛全体に根元からね、やっていただいて大丈夫かなと思います。はい、全体つけるだけで、これは非常にまとまりのある髪になるんですね。ごめんなさい、今日ですね、はい、私1時間自転車でこうできました。はい。今日は非常に風の強い日でしたね。はい。5月上旬の非常に風の強い日。はい。いろいろな角度で煽られてきました。汗もかいたでしょう。汗もかきました。はい。まさか。こうやっただけで、このまとまりです。信じられない。でもまさか、そんなすごい商品はね、きっとちょっと私には手が出ないんじゃないでしょうか。はい。そうですね。一般的なヘアオイルというとですね、はい、うん、3万5千円とか、しないだろ、4万5千円とか、しますね。そんなところはもう簡単に、もうこれは市販のやつですからね。手が出ません。手が出ません、それは。ですよね。もう諦めます、はい、私はもう帰らせていただきますね。でもちょっと待ってください。今回。はい。今回。まさか。頑張らさせていただきました。こっち向くんだよ。1年間かけて、うん、嘘だ、大元のメーカーと交渉をかけて。1年も？はい。この日のためだけに。この日のためだけに。皆さんに喜んでいただきたい。その心を一心に。一心に。頑張ってきました。さあ、そんな、はい、そんなまさか、言うてね、言うて2万ぐらいでしょ。3万が2万でしょ。4980円。4980円です。4980円。さらに、さらに、ワックス、ヘアジャム、フォグバー、すべて下取りします。下取りして全部持っててもいいんですか？
全部大丈夫です。1個につき1000円で買い取りさせていただきます。相談になる。嘘だろ。1個に対して1000円、いいんです。2つ持ってきていただいてもいいんです。3ついただいてきてもいいんです。その場合は2000円、3000円、個数に応じて下取り金額変更させていただきますから。そうでしょ。今がチャンスですよ。チャンスすぎるじゃん、はい、10個持ってったら1万円くれるんでしょ。はい、キャッシュバックとなります。お金をあげます。10個持ってきてくれるは。はい、じゃあ500円で今そこで買ってきたワックスを下取っていただいてもいいですか。1000円お渡しいたします。今回頑張らせていただきました。非常に頑張らせていただきました。そんな頑張んなくていいんだよ。はい、全国送料無料でございますので、こちらの電話に、かけていただければ、タレマ今から30分間、コールセンター増員させていただいておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。こちらの番組が放送された後にはドラッグストアからね、安いワックスが消えてるでしょう。そうです。それはもう覚悟済みです。それはもう前提で全国のドラッグストアに発注増やせと連絡させていただきました。対応でございます。それは少ない方がいいのよ。ワックスの発注増やしちゃう。対応です。ない方がいいのよ。そうじゃん。返金しなきゃいけない。対応させていただきました。皆さんのためを思ってです。皆さんの、皆さんが得するようにと、なるべく、なるべく安くお買い求めいただきたい。その一心で、発注増量しろと、全国のドラッグストアに連絡させていただきました。もう買います。はい。ありがとうございます。ワックスを。ワックスを。安いワックスの方を買います。はい。それがいいんだ。それがいいっていう話だったね。全然入ってきてない。女性用のヘアオイルを最近偶然ロフトで見つけて買ってすごく良かったっていう話なだけです。今の10秒で押されました。そうだね。っていうね。はい。まあお二人も使ってますからね。ヘアオイル。そう。先日ライブでね言ってたからね。そう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 。いいですよねあれね。いいよね。バームですよね。そう、バーム使ってる。はい。バームもありましたね。バームって何なの？オイルでしょ？なんかねちょっとクリームっぽい気がするけどね。クヘンね。よくわかったね、今。よくわかったね、今。すごい。全然わかんなかった、今。すごい。山ちゃんもオイルなの？あ、オイルね。女性用。女性用とかあんのかな、わかんない。N って書いてあるやさ。N ドット？そうそうそう。はい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 。女性用なのかは知らないけど。皆さんもぜひ、全部買ってみてください。買わなくてもいいです。はい。ではさ、お会いしましょう。お会いしましょう。じゃあです。時間を無駄にしてすみませんでした。すみません。本当に申し訳ございません。すみません。